込み1テーマスーパーゼネコンの退職検討理由清水建設の元社員だけど地獄だった1年前から来年のお盆休みないからとか普通に言われた関東圏内とはいえ地方配属なのできつすぎた間違いなく普通の人間が働く職場ではない残業100時間とか書いていたけど実際は最低100時間 自分は半年休みなしで1月の残業時間は350時間超えもちろん2024年問題対策で勤務表上は残業44.5時間まで超えると管理職に市内で叩かれた2年目の本配属で一番最初に所長に教わったのは PC のログ改ざん方法思い出すだけで涙が出てきたお疲れ様です社畜ジャパンです今日はスーパーゼネコンの退職検討理由をテーマとした当事者の口コミを紹介します 口コミ2元清水建設です。2年目でも600万円とか稼げますが、担当になるととにかく残業は多かったです。暇な現場だと他の現場と掛け持ちで、忙しい現場だと日曜日以外朝早く夜は終電ギリギリ。朝礼は定時前で打ち合わせは定時後。 現場が落ち着いたら勝手に別の現場に飛ばされます。生き残っている人はガチの建築好きか金目当て。若手は転職を考えていたり、辞めたいと話す人ばかり。自分は人には幸い恵まれていましたが、精神的、肉体的にきつい仕事でプライベートもなかったので辞めました。派遣は休みも取れるし、見ていて羨ましかったです。口コミ3 夫は竹中工務店で働いていますが、ワークライフバランスは最悪です。毎日朝早く出勤し、帰宅時間もかなり遅いです。土日に出勤して仕事をすることも普通です。プロジェクトを並行して行い、完了する頃に次のプロジェクトの打ち合わせが始まっている状態。一息つく暇もなく働いていますし、感覚が麻痺しているのか、お互いその生活が普通になっています。休みの日に一緒に出かけたり、長期の旅行に行くことはほぼできません。 でも頑張って働いてくれているので文句は言えません。口コミ4 清水建設の元社員だけど、首都圏と地方で全然違う。赤字の原因の麻布台みたいな首都圏は本当にクソ仲の良い同期だけでも、10人中9人がメンタルを病んだ。こんなこともあってからか、人手不足はマジで問題だった。人手不足だから間受け、その下にどんどん流れていく。でかい案件でも実績作りとしてだから結局は赤字。それに超高層ビルの建設はめちゃくちゃ時間がかかる。なので、資材価格などが急激に上昇すると赤字になる。最新鋭の機械の導入とか言っても、生産性の改善に どうしても限界があり人手頼り口コミ5麻布大ヒルズの現場に1年従事していました自分はエンジニアですが周りの仲間には清水建設とは関わらない方が良いと進言しています作業員詰め所の環境は劣悪でパソコンは毎日拭き上げないと埃だらけになる環境大型のエアコンは数台設置されていますが室外機も同じフロアなので室温は夏37度冬6度これが作業員休憩所でした休めるわけがない 清水建設の担当者も15年選手でしたが、公務員試験を受け合格後に即退職されましたよ。口コミ6。スーパーゼネコンより地場のゼネコンの方がいいぞ。地域住民からたまに苦情が来たり、給料はスパゼネと比べると低いが、大体新卒の基本給は20万を超える。福利厚生は確かに起るかもしれないが、大手にある福利厚生だって若い間はほぼ使えない。 使えたとしても住宅補助ぐらいだよ。フィットネスクラブとかレジャー施設割引、野球観戦チケットの配布なんて山奥にいるから使えない。そのためだけに降りるのも疲れるし。まあ山奥だと休日があっても遊ぶところがないから金は貯まるだろうけどさ。口コミ7 清水の下請けで働いているが、残業時間は最大200時間。その時は通勤に往復4時間かかる現場だったので、大概家には帰れず、ネットカフェで寝泊まりをしていた。ただ自分の場合は残業代はすべて請求していたけど、その時に清水の職員からよく聞いていた話がある。残業時間が多い上位者が本社から呼び出しを食らうので、みんな残業時間を過小申告していると。清水からカジマに行った奴もそんなに変わらんと言っていた。建設業界は外部から手こ入れがないと変わらんわ。 口コミ8 体制建設のオフィスで働いている人はそこまででもないのですが、現場で働いている人は不規則で大変。納期に追い込まれ夜勤も当たり前です。その分お給料は多いですが、体を壊してしまうのではないかと心配。せっかく入社しても出世する前に限界が来て転職してしまう人もとても多いです。また良くも悪くも習慣が古いので、現場では怒鳴り声があるなど、メンタル面できつい部分も。ただ、新卒でも年収600万円とも言われる待遇の餌で、転職することをためらわせる要因にはなっています。 口コミ、9。残業規制が始まり、建設業界は深刻な人手不足で人材獲得競争が激化。初任給も引率だと30万円超え、長谷工32万で数千猫後者30万、同じ業界内でも取り合い。ただ他の業界も初任給を上げているから、これからも上がっていくのは確実。そして人手不足解消や業務効率化のために DX ツールを導入するも、それで終わることは多い。 実際の現場の感覚では使いにくいし、仕事が増えただけ。DX と現場をつなげる人材が必要であり、そういった人材なら建設業未経験でもいける。口コミ、10。鹿島建設総合職現職、2024年問題による残業時間規制に対して有効な対応策を見出せていない状況が続いている。とにかく絶対的な仕事量が多い、多すぎる。小手先ばかりの DX 化などの生産性向上で立ち打ちできるレベルをはるかに超越している。 そして、こなしきれない仕事は、中間管理職ポジションが、休日にサービス残業で裁かないといけない状態。疲労で押しつぶされそうになっている上司を見て、若手は幻滅してしまい、将来に不安を覚えている。口コミ、11。鹿島建設現職、とてつもない人手不足で、営業は見積もりの依頼を断っているという話を聞く。半導体や医薬品、関西万博の工事と、需要はめちゃくちゃあるのに、対応できる人間がいない。もう限界も限界、限界を超えている。 高齢の技能者が次々と引退し、若手が就職しても熟練の技術を身につけるまで時間がかかる。絶対的な作業量として人手が足りない。あと数年したらコンクリートを施工する際の型枠工事や鉄筋工事で20人必要な際に10人しか集まらないかも。口コミ12。 スーパーゼネコンの地方支店に異業種転職したら年収が200万円上がりました。ちなみに営業事務。最近は営業事務の仕事だけじゃなくて、新入社員や転勤者の住まいの手配もやっています。業界未経験でも転職後3年で年収600万円に到達できますから、めちゃくちゃ狙い目ですよ。 もちろん案件を受注したら仮設プレハブの手配や人の手配やらで忙しくはなります。ただ最近は現場の人手不足もあり、会社全体で積極的な営業ができないので穏やか。サービス残業も当然なし、月の残業時間は20時間くらい。口コミ13。清水建設で東大卒の20代男性が過労で亡くなった件。日本で一番頭の良い大学を出た頭脳の一番体力のある20代男性が耐えられない環境。それなら一体他の誰が耐えられるのでしょうか そんな貴重な人材すら20代で潰してしまう会社に未来なんてあるのでしょうかコミュニケーションが上手い人ほど上に行き、真面目な人ほど潰される。それが社会だと言われるのならそれまでですが、そのような業界に今後人は入ってくるのでしょうか口コミ14 体制建設は中堅ゼネコンの PS 三菱を買収して人手不足を解消しようと画策しています。買収の結果、売上高などの経営手法は伸びますが、肝心の社員や職人が残ってくれないと意味がありません。 会社もゆとりのある働き方として男性の育児休暇取得の実績をアピールしていますが数日使っておしまい。一方業務量が尋常ではなくスマホや PC が支給されるのでプライベート関係なく働かされて家族との時間は取れず、昨今流行りのワークライフバランスなどとは対極に位置する会社であることは間違いない。口コミ15 竹中ナ工務店勤務、事務はリモートで令和なのに、施工管理は現場作業の昭和仕事で不公平。OB 訪問でもいかにキラキラした働き方かのように演出するかが肝心であり、本音で話すわけがない。自分が休みであっても現場は動いているため、バンバン電話がかかってきて休んだ気がしない。 つながらない権利なんて夢のまた夢。残業規制が敷かれた現在でも残業は100時間と異常。PC の起動時間を多国することになるが、ダミーの時間の入力が可能なので、サビ山ンの温床になっている。口コミ16。 スーゼネに勤めていましたけど、夫婦の時間は取れなくなります。役職が上がれば仕事量は増えますし、スーゼネ時代は事務所に泊まり込みな状態で結婚して、すぐに他県に飛ばされたりしましたね。そのような環境では離婚もあり得ると考え、妻と相談して地元の小規模な建設会社に転職しました。 多少労働環境は改善されたようですが、私の同期は現場が忙しい時は今でも週1帰宅です。もちろん私の給料は下がりましたが、地方なので物価も安く、生活に支障はありません。また、急がず十分に取れた工期なので、基本18時帰宅です。口コミ17。数ゼネの建築で働いていますが、土木と建築では別物。 建築でしたら現場は山奥ということは少なく、基本的には電車通勤可能な範囲の現場です。残業時間も改善されており、年々少なくなってきています。数千年は基本的に平均年収1000万円超えなので、お金を稼ぎたい大学生にはお勧めします。ただ変に働き方改革だと上から圧力があり、残業はするな、でも仕事はこなせという状況です。結局家に持ち帰ってやらなきゃならないなんてことも、自分の時間が大切な人はやめておいた方がいいです。 口コミ18スーパーゼネコン勤務中堅以上なら転勤は付きもの新入社員は地元と大学所在地以外への配属が基本本社設計及び技術研究所は別ですが 研究所勤務の場合は退職まで研究員の人もいます。学会や現場での実証実験などで1週間くらいの出張。東京に家を購入した場合、40年勤めて20年が自宅通い、20年が単身と考えるのが平均的ですね。ちなみに家族と一緒に暮らしていても朝は早く夜は遅いので子供とは平日ほとんど会えませんからね。むしろ単身の時の方がマンションと現場が近いので、ズームをつなぎっぱなしにして会話ができていましたよ。口コミ19 新卒から6年、大林組で建築の施工管理をしていました。やりがい、賃金と家庭や趣味を天秤にかけて選ぶ職業です。間違いなくお金は稼げますよ。もちろん自分の時間、体力、健康などを捧げることになりますが。 また、転勤はどうしたって多いですね。転勤しない拠点型制度こそありましたが、給料は下がります。家を持とうものなら、辞められなくなって単身赴任の嵐、子供のおむつを変えたことのないおっさんが溢れています。朝は7時前に現着、夜もたまに早く上がれば飲み会で、残業をつければ小言で、そりゃ結婚を機に辞めますよ。口コミ20。これで最後です。業界で5死に入る、いわゆる数千年で施工管理をしていた。 結婚前は都内の現場ばかりだったけど、結婚したら全国あちこち転勤させられるようになった。妻も仕事をしていたし、こっちは週休一日で毎日16時間労働とかだったから、会えるのは年に2週間。何度も東京に帰してくれって掛け合ったけど無駄だった。そんで離婚してすぐにオリンピック関係の現場が鉄火場だから東京に帰ってこいって事例。さすがにカチンと来たし、離婚してガツガツ稼ぐ理由もなくなったから退職して今は全く違う業界で働いている。 以上がスーパーゼネコンの退職検討理由をテーマとした当事者の口コミでした。皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。またチャンネル登録をよろしくお願いします。